前回から引き続きガチョコバトルやります。とりあえずは今日中には OK ラインには載せておきたいといったところですね。ガボンローラー、あ、ボールと大流行。なんかこのスライド武器がえらい多くて私困っちゃうわと思っていたら、結構な頻度でボールドにも出くわしているんですよね。なぜなんでしょう。あぶね、いる？まだいる？いない、もういないね。お、今がチャーンス、我々のチャーンス。ちょっとお待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっとお待ち。ラグナロクインパクト、困った時に打ち出す私のこのラグナロクインパクトに恐るおののくが良いわ。やめて、一人、そしてここで回り込んでいく。 OK、 そして背後に忍び寄る、あなたに、うーん、倒したかった。ボールドの射程だったかこれ。おお、プレッサーでプレッシャーをかけてくる、いい感じよ。おお、止めた、いいね。くそー、あのボールド怪物なかったか。普通に殴り合って無理やり止めていた方が良かったかもしれないかな。はい、圧力かけておくよ。ここ私通れないですみたいな、そういう空気を醸し出していけ。待って、いる、いる、オッケー。あぶねー、まだいるの、いっぱいいる、いっぱいいる、やめて。ん、ここだ、道を塞いで。さあ分断しているよ今のところ。おい、オッケー、すげえぞ、今日はすげえ調子がいいぞ。テンションも安定している、まるでいつもの俺ではないみたいだ。おお、ここで、ここで決めるわ、私の必殺技。ご覧あれ、ラグナロクインパクト。ダメだと、俺のラグナロクインパクトが成功していない。もうちょっと考えて打て。自分が気分良くなることを考える前に、まずは味方のことを考えておきよう。さあさあさあ、いますね、いますが、だいぶ押し込まれていますよ。ということは、つまり我々の、ふっ、ちょ、食い棒が多すぎるんですってば。なんでいっぺんに2発も4発も飛んできてんのこれ。あれ、食い棒って、あ、カーボン、あのカーボンって食い棒だったっけかな。食い棒ロボピッチャーだったかな。なんかおしゃれな料理のソースみたいな垂れ方してますね。はあ、うっそ、間に合っちゃうんかいこれ。ガチョコショットでやられていくが、相手を倒すためのことしか考えていないガチョコショットなどを恐るに当たらん。前に進めたくてしょうがないというあなたに提供するにはちょうどいいでしょう。はーい、クイバー当てて、ふっ、ロボットピッチャーを華麗にいなしていけ。心の中の3号と共に戦った記憶が俺を強くしてくれる。いいね、入っていこうか。お邪魔しまーす。邪魔するでー。お邪魔するでー。お邪魔するでー。お願いします。お願いします。お願い、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 お願いします。敵陣から突っ込んでくる敵に、この恐怖心を煽られていることでしょう。もう何も信じられない。味方どうして、自陣に入った敵を止めてくれなかったのという、そういう、疑心暗鬼の心によって全てのことが信用できない状態まで追い込まれていることでしょう。はい、さてここは、あー、そっちにいたか。誰だ、誰がいるんだ。やめたー、まさかあなた攻撃力が上がっていない。攻撃力が上がっているわけではないが、左端にいる。素直に左端から攻めようとするとちょっとプロモデラー痛い目に遭うかもしれないと思ったので一旦待機。ここだ、あれ、ウィーン。さあちょっと動いて、ウィーン。わあ、ダメージが足りた。今のは直撃でしたね、おそらく直撃でしょう。助かる見込みはありません。よーし、よーし、行くぞー。こうやっていろんなところを塗りまくって、塗り荒らしまくって、ここにいる、隠れているのはバレバレよ。ん、
おお、中央に戻ったんだっていうのを見ていたら変なタイミングでボールの攻撃を食らってしまう。右端の方で守ろうとしたら間違えて落ちてしまったのかな。はい、ウィー、オッケー、めちゃくちゃ調子がいいな。打てば当たる、動けば当たらないみたいな。この調子がいいのをそのまま活用していきたいところですね。おお、いいスコアも出ている。ボールド相手にはメインウェポンをひたすらぶちまけているだけで圧力をかけられるというのも強みの一つかもしれないですね。アマ美術大学をやっていきましょう。さあ、もうちょっとで OK ラインですよ。さあ、スパクリやってきたね。ボールドでは止められんならばスパクリを出すしかないという、そういう上からの判断かな。どの辺に上と下の差があるのかっていう話ですが、いますね、いますね。ちょっと下がらせていただくよ。待って、危ねえ、待って、ちょっとここで一旦圧をかけさせていただいて、うん、ちょっと無理やりだな、お互いに。かなり強引に突っ込んできましたね。あわよくばこのままノックアウト取ってやろうぐらいまで感じましたが。さあ、ちょっと辛いぞ、これ。ウィーン、ガロンか。あぶね。やめてー、やめてー、ひどいことしないでー。やめてー、やめてー。うっさーん、ボムコロうめえな。これがあるからスプラッシュボムは強いと思うわ。さあ、前左の方まで来ましたね。ガロンは結局自陣でまだ暴れていたらしいな。さてさて、ナイス玉を登ってきたところにぶち当ててやろうじゃないかという作戦。決まらず、登らなかったが、まあそれに合わせてくるだろうなというのが読まれていた可能性高いな。1人道止めて、2人3人止めて、でスパクリがここね、で4人止めて、よーし俺大活躍だぞ。よーし行くぞみんな、俺に続け、俺に続け。あー、俺はちょっととりあえず塗りをやりまくってから道を止めて、で反対側から降りてくる人をここで攻撃してくる、そういうスタイルでいきます。あ、帰ろ、やめろ、そっちは無理じゃないよ。あ、ガロピッピー、ささ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 、ちょっと壁が濡れてないよ。帰ろ、やめて。よし、ガロン避けて、突っ込んでくるでしょあなた。オッケー、大丈夫です。ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち、変なとこ塗っといて。ガロン、ガロン帰って、ガロン着地で逃げるなんてそんなのずるいよ。あ、来るの、来るの、来るの、やめて。あ、余裕がね、全然余裕がないよ。あ、あー、位置がバレている、やめて、ガロン、バレてる、すべてバレてる。あっ、あっ、俺を見るんじゃねえ、俺を見るな。あっ、ふーん、俺は生き残る、俺は生き残るから、シールドなんて甘いぜ。はあ、はあ、やめて、来る気でしょあんた、俺知ってるから。オッケー、生き残っていく。はあ、待って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 、これがさ、奪ってくる気でしょあんた、私は知っているよ。でも大丈夫、こんなところでわざわざプロモデラー一人にヘイトを集めるなんてことはしないはず。登ってくるよ、登って、登ってきてるよ。はっ、あー、はい、ここ、はい、スライド事故ったぜ。よし、なんか一人ですげえ戦ってんな。待って、あ、でもちょっとこんな後ろの方で防衛的に戦っていてもしょうがない。この辺か、この辺か、大丈夫そうか。ガロンさー、どど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 どちらがよろしいですか。はい、隠れて、登ってるよ。はい、スライドしていく。あー、逃げられちゃう、逃げられちゃう、ダメージが足らない。待って、追いかけて、追いかけてくるのかい。ふっ、待って、やらない。なんか今矛持ったままスライドしなかった、気のせいか。面白い動きしてますよね。はい、いただいていく。待って、
よし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 、なんかキル数だけで言えばすげえ頑張ってるように見えるぞ。はい、俺に続け、俺に続け、俺に続け、はーい、俺に続いてくれ、お願いですから、お願いですから、俺に続いてください。ガロンさんすげえ見てるね、めっちゃ見てるね。でも大丈夫、ガロンさんじゃなくてプライムさんでしたね。オッケー、ダメージを稼いでいく、いくぞー。はい、クワッドさん発見、私クワッドさんを発見しました。つまりここです。つまり、ふう、待って、ワンちゃん、ワンちゃんありそう、ワンちゃんありそう、ふーん、僕間に合うもんね。いただきます。ふっ、あー、くっそ、撃っちゃったガチョコショットに入っていなければ、なんかペロリンってなんかごまかせたかもしれないのに。くそ、ずっとあるボタンを押しっぱなしにしていたがための失敗だったというのか、なんということだ。こんなところで操作ミスが出るなんてな。さあ、止めたはいいが、ここに一人いるね。で、登ってるでしょ。はい、ガロンさん、あ、ちょっと執着してるな、よくない。ん、いますか、いますか、待って、あのガロンが、やばーい、このタイミングで、あぶねー。待って、右から何か来てる気配が感じる、右から降りてくるんじゃないのか、大丈夫か。待てー、ふー、あぶねー、ココさんファインプレーですよそれ、あぶねー、あー、ボム食らってる、くそー、怒涛の攻撃が来ていましたね。いや、惜しかったな、この試合に関しては。なんか珍しく惜しくて負けた感じ、惜しくもなんともねえよみたいな負け方が多かったから、いやー、悔しいけど悪くはない接戦でしたね。さあ、3試合やったかどうか分かんなくなっちゃったので、もう1試合やります。ガチホコバトル、ハイドラ、オバフロ、ダイナモ、ガロン、なかなか重たそうですが、スパクリはいなくなりましたね。さてと、では今回の要注意人物はダイナモかな。なんだかんだ厄介なんですよね、射程長いっていうのは。ここにいる、いいぞ、逃げ場を奪っていけ、逃げ場を奪っていけ、はい、ガロンさん着地で逃げるんかい。待って、おーおー、でも潰してる、いいね、いますか、ふっ、待って、あとちょっと、オッケー、よし、ちょっと大きくしとくよ、こっちから来るよ、来ないよ、なら今のうちに入って、ちょっと威力減衰してないの君。ダイナモさん、なんかその上からふわーって落としたインクが1ミリもダメージが落ちていないと。おかげで100以上食らうダメージを変なところで食らうという芸術的なやられ方をしてしまうわけだ。それとも、メイン性能でちょっと威力上がってたりするんでしょうかね。はい、下がって。はい、ダイナモさん前出てくるよ。強気に攻めればいつかは諦めてくれるでしょう。あ、いた、ダメージ与えて、はーい、ちょっと嫌だなと思ったら下がらせて、食いぼがある分ちょっと下がらせてがやりやすいというのはいいですね。はーい、閉じ込められろ、閉じ込められない。でもこちらが攻めづらい位置にずっといるというのは嫌ですから。ガロンさん、はい、ガロンさん、ガロンさん、着地があるよ。はい、オッケー。着地を持っている人は、なんかやけに強気に突っ込んできて、最終的に困ったら着地をするっていうパターンがすごく多いので、それを分かっていると、割と動きが読みやすかったりしますね。逆に、それで読み切れないタイプの着地プレイヤーはすごくやりづらいですね。どこさんと困ったら着地するんでしょみたいなのが通用しないパターン結構多いので、あー、おー、でも巻き込んだ。やり返しやったね。さあ、押せ押せの流れではある。左からの通路ちょっと通れなさそうなので、敵が押し込んでちょっとこっちに戻してくれたのは、攻めのバリエーションが増えるという意味でこちらに有利かもしれない。おお、やられている、ガロンが見ている。あー、タッチってこっち見てたんか。
シールド越しだとちょっとどこ見てんのか分かりづらいっていうのも結構厄介だよな。ただね、キャンシルもそうだけど、そのシールドとか傘のとぴったり重なってダメージ食らいませんっていうのは本当にダメだと思うんですけど、あれ完全にプロモデラーをいじめにかかっている。わーあーい、ちょ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 ボムコロもやめていただきたいんですが、さあ若干不安定ですね。これ割って取られるとさすがに厳しいよな。下から見てきますね。だいぶダイネモスさん、ちょっとここやめて、くっそ変な当たり方してんだもん。かなりダイナモに目つけられてる感があるな。これ奪ってくるよね、進んじゃうよね。あぶねえ、ギリギリすぎる。これまず止めないと。ジャンプは、ジャンプはない。インクバラ撒いて、下もいない。中央取らないと。あ、いますか。ん、右誰かいたのか。ちょっとまずは自陣広めに大きく取って、ダイナモスさん、うん、こんにちは。どちらがよろしい。通れないようにしといて。誰かいる。さすがに矛の近くにはいない。真ん中にまず戻して体勢を立て直しましょう。よいしょ。でインクをばらまいて、敵のフィールドを小さくしておいてから、ここいる？いない。さて行くぜ。降りてくれ、降りていただいて。降りたのか。はい、あー危ねえ。ちょっと届いてしまうかと思った。ガロンさん待って、角隠れて。ガロン、オッケー、ここで止まったのはでかいぞ。相手としては全然余裕がない。おお全滅、ナイスー。よっしゃ、めっちゃ順調じゃないですか。やはり気分が一新されるといい動きができていい感じですね。出だしで負けを引いたら一旦撤退っていうのも大事ですよね。スマホゲーのガチャと同じ、なんか全然引けねえなと思ったら一旦間を空けると、なんか一発目で次への出たみたいなことがありますからね。そういう気持ちで臨む方がちょうどいいのかもしれないですね。といったところで今回はここまで、ちょうど目標も達成できましたしね。次回でスプラキュー目指してやっていきたいと思います。ありがとうございました。